テレビ朝日アーク放送センターは、株式会社テレビ朝日が運営している、オフィス兼、テレビスタジオである。東京都港区、赤坂と六本木にまたがる複合施設、アークヒルズ内に立地している。アークカラヤン広場の地下が、テレビ朝日アーク放送センター六本木に、約3ヘクタールに及ぶ土地を所有していたテレビ朝日は、1970年代末から、 社屋を建て替える構想を描いていたが、同地は住居地域に指定されていたため、テレビ朝日が望むような近代的なビルを建設するには、憲兵率の問題から用途地域指定を住居地域から商業地域へ変更することが必要となり、地権者との話し合いが必要だった。また社屋南側の住宅地は窪地で、曲がりくねった急勾配の狭い道路は、 雪が降れば通行止めになり、消防車も入れないような、防災上、極めて危険な場所だった。テレビ朝日は新社屋建設に関して、まず、港区に相談する特は、防災面で抱える、問題点を含め周辺一帯の再開発を進めた。しかし、関係者と協議して、土地の最も有効な方法を見つけ出し、建て替えに着手するには相当な時間が必要とされた。 だが、マスター東方送機器の更新は1985年に迫っており、早急な対応が求められていた。そうした中、朝日新聞時代に、有楽町から築地への東京本社移転をまとめた、田代菊夫テレビ朝日副社長と、アークヒルズの再開発を進める、森ビルとの間で接触が持たれ、新社屋建設について、森ビルが協力を約束。 アークヒルズの設計を急遽変更して、六本木六丁目の再開発期間中の移転先として、アークヒルズ内にテレビスタジオを組み込むことが決まった。スタジオに必要な面積をどうやって確保するかが課題となったが、スタジオ胸の約3分の2をアークヒルズの空屋に広場の下に組み込み、地下にテレビスタジオを設けるという最適解を編み出した。 このテレビスタジオの土地建物を六本木六丁目のテレビ朝日の敷地の一部と交換してテレビ朝日と森ビルは一緒に六本木六丁目地区第一種市街地再開発事業に進むことになった。1985年9月28日に完成したテレビ朝日アーク放送センターは地上2階地下4階で構成され約600平方メートルのスタジオ 約400平方メートルのスタジオが2つ、さらに約250平方メートルのニューススタジオが廃された。ニューススタジオは実際にニュースを制作している報道局との仕切りをなくし、報道部、整形部、社会部、外報部で取り囲む形とした。また、壁面の一部をガラス張りにすることで、 外部からもスタジオが見えるようにし、一般に開かれた新しい報道を目指した。放送センター前のカラヤン広場では、社屋移転前まで、ヤジウマワイドや、スーパー J チャンネルなど、朝や夕方のニュース番組で、天気予報などのロケ地として使われた。移転後の2021年現在も、テレビ千鳥などバラエティ番組のオープニング収録で、広場が使われている。スタジオの稼働は、 同年9月30日からとなり、稼働当日は、アンニュースセブンがアーク放送センターからの最初の番組となった。同初は主に報道と情報形成番組の制作に使用された。翌1986年5月26日には、同年4月に竣工したアーク森ビルに本社機能も移転。一行、六本木ヒルズの現社屋完成までのおよそ17年間、 同社の中枢を担っていた。2003年9月29日にテレビ朝日が現本社ビルに移転したことで再整備され、2004年8月に子会社のテレビ朝日映像テイクシステムズが本社機能を移した。この際に1階の報道局に面していたニューススタジオはスタジオ機能を廃する形で閉鎖され、上記2社の事務所フロアに改装、共用されている。 残った三つのスタジオは近代化工事を施した上で、テイクシステムズ管理課の歌しスタジオとして再オープンさせた。この時期は、テレビ朝日以外の番組収録にも使用された。また、収録用スタジオへと変更される際に、テレビ朝日の現本社にある主調整室との接続を外しており、同スタジオの設備のみで、生放送を行うことはできなくなっているが、 スタジオ運用の都合上、稀に単発番組の生放送を行う場合もあることや、緊急時のバックアップを兼ねて、中継車を用意すれば、原本社の主張性室と接続することが可能になっている。2011年3月にテイクシステムズが、テレビ朝日の完全子会社となった際に、3つの、スタジオは再びテレビ朝日の本社直轄に移行。 歌詞スタジオとしての運用は終了した。現在は、同局のバラエティ番組や、ドラマ番組の収録に特化し、事実上の、本社別館として運用されている。これは、テレビ朝日の、現社奥にある、汎用スタジオが実質3つしかなく、いずれも生放送の運用があり、ドラマ撮影に適した、スタジオがないことも関係している。これに伴い、神宮前の、 BS ビルにて BS 朝日朝日ニュースター向けに使用していたスタジオが2013年秋までに閉鎖された。2013年12月にテイクシステムズが EX タワーに移転し、代わって BS ビルから日本ケーブルテレビジョンが移転した。以下の情報はテイクスタジオアークとして稼働していた当時のものである。住所。 東京都港区六本木一丁目一番一号アーク放送センターテイクシステムズ本社内現在 A スタジオを使用する主な番組その他ドラマ収録で活用以前 A スタジオを使用していた主な番組テレビ朝日の歴代昼番組で使用現在 B スタジオを使用する主な番組以前 B スタジオを使用していた 主な番組現在 C スタジオを使用する。主な番組以前 C スタジオを使用していた。主な番組。ただし、1990年代中頃から、六本木ヒルズへの移転直前の時期にはすでにガラス部を、セットなどを立て込んで塞いでいたため、外部からスタジオを見ることは、不可能になっていた。実際には、ニュースセブンを内包していた、おはようトゥデーただ、 2004年2月8日まで、アナログ放送に限っては引き続きアーク、放送センターの主張性質から創出を続けていた。BS ビルに入居していた JCTV や BS 朝日など、テレビ朝日グループ各社は、本社機能を六本木地区に移転し、同ビルは、繊維専門商社、田村駒に売却。2014年11月28日より、 タムラクト本シャビルに解消した。ありがとうございます。